キリステ教概論 2Lecture 3 Part 3キリステ教の礼拝この最後のところでは教会の日曜日の礼拝でどのような行事があるか要するにその流れを説明したいと思いますまたそれぞれの行事の意味のことについて簡単に説明したいと思いますではまずは えー、この手術礼拝、日曜日の朝の礼拝ですね。ほとんどの教会は前奏から始まります。まあ、心の準備です。えー、少子もりです。招きの言葉ですね。えー、招きの言葉のためには、多くの場合、えー、その日のテーマと関連する聖書の箇所を読んでいます。そして、賛美歌歌います。大学礼拝の方では、賛美歌 二曲歌います。しかし、教会の礼拝に行けば、えー、4、5、6回でも歌うことがあります。賛美歌は、みんなが一緒に歌うものです。上手下手関係なし、みんなが声を上げて一緒に歌うようなものです。そして、祈祷お祈りですね。様々な形のお祈りがあります。 えー、牧師がみんなのためにお祈りすることもありますし、えー、その、えー、司会がお祈りする場合もあります。開会のお祈り、閉会のお祈り、えー、いろんな行事の後の感謝のお祈りを捧げるなどもあります。えー、教会によっては、えー、その、えー、教会員、まあ、参加者が礼拝の中でお祈りの時間を取る場合もあります。もっても、 えー、普遍的に使われているお祈りは、イエスが教えたお祈りです。これは、主の祈りと言われています。聖書に書いてあります。これは、マタイによる福音書、えー、6章にも記録されているんですけれども、あの、日本の多くの教会は、この明治時代の日本語を使ってます。明治時代これが固定されててそのまんまです。 しかし、聖書のマタイミル・福音書ン6章の9節から見れば、まあ、現代の翻訳でもあります。このお祈りは、とてもわかりやすい、しやすいお祈りとしてイエスは教えました。誰でも簡単にできるものとしてイエスが教えて、主の祈りと言われています。次は聖書朗読です。聖書朗読されない キリスト教の礼拝は考えられません。聖書は神の言葉としてでも理解されてるから、最初から最後まで聖書はもうあり得るところで引用されてます。賛美館の歌詞、お祈りの中など、えー、聖書は全部引用されてるんですね。そして説教。説教は聖書を説明するものですので、この二つはセットです。現代の人は、 その聖書の言葉を理解し人生に適応するために説教がそれを説明します。そして献金。えー、お祈りの中で献金捧げるというのは授業のことです。感謝の献金というふうに表現する教会もあります。献金の重要な側面は感謝です。自分がどれほど恵まれている、どれほど祝福されてるかということを 覚えて、そして感謝の気持ちを持って自分が神様からいただいている一部を神様に返すという意味もその中には含まれています。ですから、感謝の気持ちを持って捧げるということです。献金は教会の参加費でも会費でも何もないので、あの、教会員ではない方は教会行くときには特に献金あげる必要は全くありません。えー、教会に行くときには 教会ではない場合ではですね、えー、もし、その、感謝の気持ちがあって少し捧げたいんだったらどうぞそうしてください。でも、ギ、え、リ、ー、で何かあげる必要は全くありません。そして、ほとんど全ての礼拝では、祝祷が最後です。祝祷は、牧師が行う祝福のお祈りです。大学礼拝でも基本的に祝祷で 終わります。ほとんどどの礼拝に行ってもこのような側面はあります。しかし、場合によってあるかないかという、えー、ような行事もあります。例えば、教会によっては講読文を読んでます。講読文は、聖、え、史、ー、の箇所で回収と司会が交互で一行ずつ読みます。 そして、教会によっては、毎週、信条を一緒に唱えてます。信条というのは、礼拝で持ちられる、キリスト教の教義を簡潔に要約した文章です。その、キリスト教の教義を簡潔に要約した文章です。信条はたくさんあります。古代からの信条もありますし、いろんな教派も、独自の信条も作ってます。しかし、 あの、古代から使われてて、そして今、全世界でほとんど普遍的に使われているのは、使徒心条です。使徒心条の詳細については、教科書の付属 CD ロームの方で読んでほしいです。1ページぐらいの短いものですが、あの、コースパワーの方にも、その付属 CD ロームの内容が載ってますので、皆さん、 え、徒信条についてはそちらの方で読んでください。そして生産式。生産式は皆さん一度は絶対これ見た方がいいです。これはキリスト教の独特の行事です。生産式の時には礼拝の中にパンを取って食べて、どう酒を取って飲みます。そのことは深い意味があります。イエスの最後の晩餐。 イエスが十字架にかけられる前の夜、弟子たちと最後の食事をします。それは最後の晩餐と言います。その時に、イエスはパンを取って分けて、弟子たちに配ったんです。で、弟子たちみんな少しずつ取って食べて、イエスはそのパンを例えて、自分の体のものとして話してたんです。イエスは自分の体がこれから十字架にかけられて、自分が殺される。 ということを説明して、その、これから受ける受難と死の意味を弟子たちに説明していました。さらに、イエスは、杯ににどう酒を取って、弟子たちに回したんです。で、みんな少しずつそれを取って飲みました。イエスは、それを用いて、自分のこれから流れる地について話しました。十字架の上の犠牲の意味、えー、それを通して罪が、 許される、などということをイエスは、え、弟子たちに伝えました。現代に至るまで、イエスの最後の晩餐、その出来事を記念するためには、聖産式を行っています。聖産式の中には、その教会で行われるときには、実際礼拝堂の中に、パンとどう酒を少しずつみんな取って食べるんです。取って飲むんですね。これは、毎週やってるわけではないです。 プロテスタントの多くの教会では、月の最初の日曜日には聖産式を行います。機会があれば、月の最初の日曜日教会行って、これを一度見た方がいいです。聖産式はよくね、映画、小説などに出てくるような、深い文化的意味がありますので、皆さんはそれぜひ一度見た方が いいと思います。えただね、あの、ぶどう酒を取って飲んでえ、パンを取って食べる意味をえよく理解していただきたいと思います。その、それを取って食べたり飲んだりすることは、自分自身はイエスの弟子であって、罪の許しのためにイエスを信じていることを意味します。自分の信仰を確信するようなことです。ですから、生産式が行われるときには、 実は礼拝堂の中には全員が参加するわけではないんです。洗礼を受けたことがある人が参加します。洗礼、まだ受けてない人は遠慮してパスします。皆さんもそのことを覚えて参加してください。では最後。聖産式。あ、今違った。洗礼式。<laughs> 洗礼式は、キリスト者になるための式です。キリスト者になるための式。 従来これは湖、川、海の中で行われるもので、えー、洗礼を受ける人は、えー、完全に水の中に入れて自ら取り出すっていうような、えー、行事でした。えー、現代でも、えー、教会においては礼拝堂の中にそういう施設があれば実際礼拝堂の中で、えー、ガオの着た上に牧師が、えー、その 浸透を取って完全に水に入れて、自ら取り出すっていうふうにはしてます。深い象徴的に意味があります。水に入ることは自分が葬られる。自分がキリストと共に死んで、キリストと共に葬られることを意味します。そして、自ら出ることは自分が生まれ変わる。自分が蘇ることを象徴します。 だから、この洗礼式を通して自分が一回死んで新しいものとして蘇ることを象徴しています。それが人生の新しいスタートを象徴しています。古代からそのような施設がないところでは頭の上に水をかけるようにしてました。教会によっては、えー、頭の上にかけたりすることもあります。 戦礼式はいつもあるわけではありません。えー、これは年数回しか行われません。えー、イースターの,、えー、その復活祭の日曜日、クリスマスの日曜日、ペンテコステの日曜日などという特別祝日の日曜日に行われる、えー、行われることが多いと思います。では、このようにですね、あの、 礼拝の流れが大体理解できると思います。